はい、ということで皆さん、こんにちは、クタネと言います。よろしくお願いします。ということで、本日は無料ガチャの後半戦となっております。今撮影のね、日にちがですね、9月の13日かなの0時半ぐらいでございますけれども、本日の15時から工場ガチャがやってきます。で、多分、まあ、リアムの工場ガチャが来ると思うんですけれども、その前に、まあ、どうせなら限定ガチャを引きたいなということでございましたので、まあね、その日付変わって今回は引きました。で、その分ですね、を、このまま投稿、多分1時か1時半ぐらいに投稿されていると思うんですけども、こちらをね、まず見てもらおうかなと思います。で、まあ、今日の分はね、引かなかった場合は、15時からのリアムか誰かの限定ガチャ、工場ガチャを引いてください。まあ、次、工場が次、あれかタイプセレクトがちょっとそれちょっとわからないですけども、とりあえずね、言いますけども、今回ですね、昨日ね、ドラクエウォークがね、リリースされまして、先ほど、21時から、0時まで、友達とね、ずっとね、近所をブラ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 して、ドラクエウォークをずっとやっておりまして、お酒を飲みながらね、酒を飲みつつ、揚げ物を食って、歩いてたんですけども、フラフラで、で、帰ってきて、お風呂入って上がってきたみたいなところなんで、まあ、ガシャはね、お風呂の中で撮ったんですけど、最後はね、結構ね、フラフラで、体力もないので、まあ、これを編集したら寝ようかなと思ってるんで、とりあえずまずはガシャですね、後半の40連分を見てもらおうかなと思います。いい、このね、ぜひぜひね、後半戦はね、素晴らしい結果になってるかなと思いますので、最後までどうぞご覧ください。そしてね、うんと気づく方は気づくかもしれませんが、とりあえずはご覧ください。どうぞ。お、刺繍。お、一人いるじゃん。さあ、さあ。はい。かなこや。目動いてる。動いてる方や。残すところあと3日となりましたぜ。無料ノーロードだ。ありがとうみんな。今日もノーロード。二人おりやん。二人おった。やった。いや、限定は一人。限定一人。ランコ当たった。スパークルか、ライフスパークルと、よいしょ。たまみちゃんが、コンセかな。コンセ。
せで新規のエスレア。やったね。はい、というわけでね、ガシャの動画が終わりましたよということで、見直していこうと思いますと。でまずはカナコですね。これは確かその最初の10連目かな。最初の10連目でカナコの、プレミアムカットバージョンがゲットできましたよと。でもカナコはね、もともと持っていたんですよ。持っていたんで、一応は、あれですね、特訓バージョンも光っているということでございますと。そして、その次がですね、カナコが出て、で、ん?みたいな。ん?っていう部分があると思うんですよ。この後半の部分、この辺はね、その前回のガシャで当たった子たちをとりあえず全部ね、レベルを上げてきたので、ん?ってなると思うんですよ。で、20連と30連目の、ね、無料ガシャ、後半戦20から30の間に、プラス20引いてるの皆さん気づきましたかね?スター、なんだ?スターピース?スター、なんだっけ?あれをね、数を見てもらったらわかるんですけども、プラス20何個か。まあ、納税が何個か入ってるんですけども、プラス20以上されてるんですよ。何かというと、僕ね、もう今月に iPhone にね、買える予定、完璧にね、ほぼ決まってるんですけども、まあ、ジュエルをね、使い切らないといけないと。無償ジュエルを使い切らないといけないと。で、だいたい7500個ちょっとあったんですよ。ですけど、まあ、僕の目標的にはそれ全部スタミナに使って、まあ、ランクをちょっとでも上げようっていう気持ちではいたんですけれども、なんせ、この前半の40連プラス、まあ、20連分、60連分ぐらい、向上は出てるんですけど、とにかく限定が出ないと。で、もう気が済まないと。で、どうせ7500個も、ジュールを使えないとスタミナに、じゃあ引いてやれってことで、ピュッピュッって引いたら、追加20連で、当たっちゃいました。赤根チンが。ありがとうございます。とても気分が良かったです。ですけどね、黙っとかないといけないのでね、黙っていたんですけども。で、サラサラサラーと言って、で、ここで、そうかな。はい。たまみちゃんがね、出まして、で、これか、これはあれですね、納税でね、出たっていうのはね、ツイートしたんですけど、キーナが出て、で、ランコがですね、30連目かな。後半の30連目でランコが当たりました。ありがとうございます。で、まあ、最後の10では何も出なかったということでございましたので、まあ、結果的に言えば、後半は SSA は3人かな。まあ、納税とか勝手に引いた分を除いたら3人出ましたね。で、限定も1人出たと。で、動画外では、納税のリーナ、タダリーナと、あれかな、アカネチンが出たということでございますので、まあ、ウサミ以外はゲットしたということになりますので、まあ、十分大当たりなんじゃないかなと。ウサミがね、ライフ回復なんで、まあ、ライフ回復もね、もう欲しかったんですけども、まあ、とりあえずですね、新特技のね、ユニゾンかな。その 3色目のパッションでのユニゾンも当たりましたし、まあ、ライフスパークルね、まあ、全然持ててそうない。カーニバルとかでも全然使えますし、まあ、普段でもね、またその、ライフスパークル3人目なんで、これ、ランコでね、まあ、全然使えますので、秒数的には強いのでね、とても嬉しいなと。今回は、十分な大当たりだったんじゃないかなと思っております。まあ、単純にね、その普段、自分のジュエルで使って当たったところがまずね、赤根チンが出たところで流れが変わってきたんで、とてもね、良かったのかなと思います。ということで、こんな感じでね、終わりたいと思います。ドラクエウォーク、意外と楽しいので、ぜひぜひやってみてください。ポケモンマスターズ、ぜひぜひやってみてください。僕、2つ今やってるんで、いつかね、ドラクエウォークはちょっとがっつりさ、GPS 使って地元の街とか名前が出てしまうんで、撮りにくいんですけども、まあ、ポケモンマスターズとかはね、ちょっと、どっか頃合いを見たら動画を投稿しようかなと、そこそこやってるので、今装備厳選とかをやってるので、まあ、結構、そこそこやってるのかなと思ってますので、まあ、ぜひぜひね、投稿していこうかなと思います。まあ、とりあえず、本日は、てかまあね、昨日の動画がね、投稿できなかったんですけども、この動画が昨日の動画ということで、よろしくお願いします。今日の工場ガシャは、納税だけかな、を引こうかなと思いますと。で、その工場、まあ、もし工場来た場合ね、で、工場来た場合は納税引いて、残った分を、何ですか?なんかどっかまとめて無料ガシャはね、投稿しようかなと思います。
そんな感じで終わります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイバイ、おやすみ。